スノーマンラウール天才キッズダンサーホナツちゃんがダンスで世界一を目指す。ラウールと天才キッズダンサーホナツちゃん、10歳が、がダンスで世界一を目指すドキュメントもオンエアされる。世界中から約6万人が参加する世界最高峰のダンス大会で世界一を獲得するため、公式大会に出場。今回は、アメリカ大会への出場権を得るための日本予選大会に臨む様子を届ける。 日本予選大会では、ホナツちゃんの姉で、チームで世界一を獲得した経験もあるユイナちゃんも一緒に、三人編成部門へ出場。練習で数々の試練を乗り越えた三人が、ついに迎えた大会当日。アメリカへの切符を手にするため、約800人の観客が見守るステージへ挑む。さらに、実はあのメンバーがサプライズで応援に駆けつけていた。スノーマンのメンバー、 そしてスタジオゲストの木村よしの、早見明かり、高広も感動した、本気のドキュメンタリーは必見だ。